今ここでこうやるだけでドラゴンボールの世界がないのに誰かと電話ができるぜってやろうと思ったのに全然人の電話番号登録しなかった、ね、もげつ屋さんじゃん見たら超わかった。ちなみに俺は4人のカレー全員当てれてた。すげえな、カレー屋さんじゃん。何それ。わしはすごって思ったのよ、薬の効果。はい、虫歯炎処方箋薬こちらでね、竹田さんの登録。あ、うんこ行ったね。あー、そっち飲んで速攻でうんこ行ったじゃん。ちゃんとそれだったんだ。巻き戻してさ、なんかろれつ回ってないみたいですけど、超超いいやばい。や、全然やってた、やばい、やってた。うわ、恥ずかしいな、それ。ここ結構トリニダードトバゴ屋さんですね。これがトリニダードトバゴのお土産屋さんですよ。はい、それではプロのマッサージさん、繁盛市にある回復屋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。回復屋さんですよ、ね、回復屋さん、なんか俺らの理想な名前。おい、全部じゃん、お前リポビタンデー屋さんじゃねえかよ。では、はい、じゃんけんしてください。さあ、最初はグーじゃんけんぽい。やー、やー、だれおしゃれ屋さんがユニクロになっちゃった。誰が負けても新鮮味の味わえるいい罰ゲームだったかなとも思います。罰ゲームではない気もするけどね。紹介するって言ってもブラボリョウはユニクロにも服にも全然詳しくないんで、真剣な話を聞きたい人はゲンジ君の動画を見てあげてください。よろしくお願いします。巨大マシュマロです。おお、かわいい。巨大マシュマロをね、さすがのこのダークマター屋さんも、いやダークマター屋さんもダークマターを作れないでしょと思うんで、ね、甘いからな、味がね。そう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 、そうですね、うん、まあこういう感じでパン作りでございますね。はい、なんか変なパンとメレンゲでした。はい、やりそうだよ。ダークマター屋さん残ってるよ。自分で認めちゃったじゃん。皆さんこんばんは。調味料ソムリエ卒業試験の時間がやってまいりました。私、調味料ソムリエ育て屋さんの虫眼鏡とユニマロです。そういうかっこいいところあるなっていう、もし絶対お前に怒ってやるからな、次は。お前テリアさんすぎんか。あいこでしょ、あいこでしょ。よし、よし、よかった。みんな屋さん行って。じゃあコンビニでいいっすか。ハリチロ、エンゾルフレンチ、違う、あれ。おい、おい、なんでだよ。ハリチロ、違うやん。僕はもう一個しか買えないよって時もこれ買うから、絶対。だって伏見ドーナツ屋さんじゃない、もうドーナツ大好きじゃん。大好きよね、俺ドーナツ。すぐミスの芋って言うじゃん。全然一人10個食ってた。だってドーナツ買うと思うやん。じゃあ僕は人をよけれたつもり。確かに伏見がこれを選んだのは意外。いや、なんか俺はこう普通好きなんだよ。今ね、3人別々の部屋にいると。で、準備はオッケーみたいですね。で、まず会話の展開としてはどこにすると。元気屋さんって俺と芝居と清水さんが決まる。何元気屋さんって何の造語だっけ。この3人しか集まれない日があって、インフルエンサーのみんな、そう、みんながいなくて3人でそれで終わる。元気屋さん。第1回泣き演技を。今日はね、編集屋さんが忙しいというわけで、なんと珍しい面々でお送りします。なんで味噌汁まで入れたかな。定食って言えなかったこいつ。唐揚げでよかったやん。罰ゲーム考え屋さんだから。もうご飯屋さんがあるタイプの近くじゃないですね。マジでブラジャー屋さんばっかりなんですよね。こちら、音も出る紙。やばい。なになんで。いや、でも結構いいでしょ。これ結構見ないの。昔はビートボックスメインだったけど、今はビートボックスが逆に付加価値となってね、音も出せるんですよっていう方にやっぱシフトしてる。紙が行き過ぎだわ。行き過ぎ。音の出る王将にしようじゃん。音の出る、こうなっちゃうよ。うるさい餃子屋さんだ。え、マジで、え、本当にこれで買えるの。すごいよね。マジですごいわ。やばくない。これで届くってこと、家まで。これで届くん。やばくない。怖い。怖くってどういうこと。え、でも住所登録して、まあ、で、や、山田の連絡が、山田の連絡、山田の見るわ、お前兼任してくる。ちょっと大きめの高いんですけど。テスラ屋さんが持ってくる。高尾でーす。今 T シャツ、ちょっと緩めの T シャツいただけるとね、寝起きにサブちゃんに移りがちな。やばい、哲は T シャツ屋さんになっちゃう。やばい、 T シャツ屋さんになっちゃう、哲ちゃんが。それだけの工事でも、まず道路を削る切削屋さんで、この橋も一面じゃなくてつなぎ目があるんですよ。で、そのつなぎ目をメチって言うんですけど、まあ、それを加工というか、なんか防水加工かなをしてくれるメチ屋さんで、橋全体を防水加工してくれる防水屋さんで、乳製っていう、まあ、アスファルトとその下をくっつける接着剤みたいな役割をする液体があるんですけど、それをまく乳剤屋さんで、舗装屋さん、あとラインはラインを引いてないですね。生コン社はその生コン屋さん、生コン屋さんが来てやる
で、ポンプ車はまたポンプ屋さんがいてみたいな。ペチカ知ってる？お前さ、服買っても着れないからね。おお、あ、ペチカ買えばいいんだ。あ、そうだ。危ねえ。てか、お前なんならペチカ足りてないから、どんどんペチカ買わないと。ペチカ買わんと本当にやってる。あと40分しかないよ。え、そう？ペチカ屋さんに行くわ。しまーす。ラルガロっていうのは、人の名前とかをね、物とか呼ぶときに丸々やってつきがちなんですよ。例えば虫さんだったら、虫眼鏡屋とか。まあ、虫屋とかね。虫屋。ローはルフィのことを麦わらやってみます。なんで？キャラ付けです。僕たちも理由は分かりません。今日は4つ目の車両に乗ったんだね、気まぐれ屋さん。